泉首スタジオ体幹クラスです。ベーシックセブンを行って正しい姿勢を取りやすくなった方は、次体幹を締めるトレーニングに入ります。このように正しい姿勢でポールに乗ったら、両手を胸の前で合掌させてください。体の真ん中を作っていく軸回旋のトレーニングです。胸と骨盤が同時に右に傾きます。その際に肘で持ってったり、膝を倒したりしないように、そうです、こうずれないように、くねくねしないようにお腹クッと締めといてください。どうしてもできない方は、片手で床を押して顔を持ち上げて体を確認してください。骨盤と胸が同じ角度になっているのが分かったらば、お尻に力を入れながらゆっくり手を離してお腹の力で傾いてみましょう。右が終わったら左です。ご自分のタイミングで右と左にこのようにゆっくりと揺れてみてください。くれぐれも骨盤とお腹が同じ角度になるように、できない時はこのようにちょっと手で床を支えて角度を確認してから、お尻に力を入れながらゆっくりと手を離してみてください。体の真ん中の軸、正中線、体の真ん中、軸を中心に左右に体をゆっくり倒す体幹を締めるトレーニングです。ちょっと難しいですが、ゆっくりと、大きく動かないで結構ですので、肘や膝の力を抜いてお稽古してみてください。